3月3日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。高知1レース、予想上位は七色ライン。目標タイムは1分 49.3 秒です。硬いレースになりそうです。高知2レース、予想上位はウーナグローリア。目標タイムは1分 47.8 秒です。硬いレースになりそうです。高知3レース、予想上位はタンスショー。目標タイムは1分 48.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知4レース、予想上位はシェイクオンイット。目標タイムは1分 26.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知5レース、予想上位はヘルシャフト。目標タイムは1分 29.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知6レース、予想上位はロードレイライン。目標タイムは1分 31.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知7レース、予想上位はプラタルス。目標タイムは1分 32.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知8レース、予想上位はサンマルーン。目標タイムは1分 46.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知9レース、予想上位はケプラー。目標タイムは1分 30.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知10レース、予想上位はトレイントレイン。目標タイムは1分 33.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。佐賀1レース、予想上位は龍の卑弥呼。目標タイムは1分 34.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀2レース、予想上位はペイシャップ。目標タイムは1分 33.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀3レース、予想上位はブルースワット。目標タイムは1分 33.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀4レース、予想上位はクリノルネサンス。目標タイムは1分 32.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀5レース、予想上位はマジカルウェーブ。目標タイムは1分 26.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀6レース、予想上位はリネンスピリット。目標タイムは1分 24.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀7レース、予想上位はテイエムエポック。目標タイムは1分 24.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀8レース、予想上位はブレイブジャーニー。目標タイムは1分 32.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀9レース、予想上位はストロングカレント。目標タイムは1分 30.5 秒です。荒れる傾向が強いです。佐賀10レース、予想上位はコスモサルム。目標タイムは1分 30.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀11レース、予想上位はコモリータ。目標タイムは1分 33.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。バンエイ第1レース、予想上位はディアーナ。荒れる確率は 64% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、紫オンユムデビュー半年記念。予想上位は竹の大将。荒れる確率は 66% です。バンエイ第3レース、3歳 C1、予想上位は大和御前、荒れる確率は 75% です。
ワンエイ第4レース、さよなら眠る本線鉄路の記憶、予想上位はハリケーン、割れる確率は 69% です。ワンエイ第5レース、ピーヨン 3.4 決勝、予想上位はリバティクイーン、割れる確率は 54% です。ワンエイ第6レース、純一郎内塚結婚60年記念、予想上位は坂野金賞、割れる確率は 69% です。ワンエイ第7レース、セイバー誕生日おめでと記念、予想上位は黒影パワー、割れる確率は 72% です。ワンエイ第8レース、ユイリンも結婚&母生誕記念、予想上位はグランドスターダム、割れる確率は 77% です。ワンエイ第9レース、パール君誕生日記念、予想上位はクリスタルウォースト、割れる確率は 65% です。ワンエイ第10レース、デンデンお誕生日記念杯、予想上位は北勝武蔵、割れる確率は 76% です。ワンエイ第11レース、王座特別、予想上位はコマサンブラック、割れる確率は 58% です。ワンエイ第12レース、エイニーに、予想上位はグリフィス、割れる確率は 64% です。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ファルビーンズ、キングオブマイヤー、ラインリブラ、名称アダマ、レッドフェリーチェ、ハルノフェスタ、レベル3、ルフィアンキック、ディアデマ、ブラウナイル、リワードアンバル、イコーパイソン、オールドブラフ、ブーケドフルール、トレイントレイン、マリノミューティー、ミューノヒミコ、ハッピーアロー、リネンデイジー、名称イナセ、シゲルテイオー、アストラルポケット、ガンネル、イシュキック、シゲルチータ、アクラシア、イダテンターボ、テイエムサズマドン、ユニコーン、ストロングカレント、ダンホーキラー、ウィーンカムトゥルー、アツヒメ、ネバールーズロコ、フクノローゼル、ノアペルーサ、ゲティスバーグ、ガルボマンボ、ネオエレキング、マイネルブデッド、ロードレイライン、スノープリンセス、ビッグリュウオー、イグレック、バトルオサンナ、上昇モード、スリングショット、リターンオブクイーン、名称ハート、グリーンオーブ、アネラーアニア、パラチェーン、ラグイズハート、スズミボシ、キンキラキン、ウィズザタイムズ、セクシーデザイン、ヒネゴゼン、リネンスピリット、残月、エイシンテラ、マリノフェアレディ、エイシングリュック、タガノルーキー、コスモサルム、モスピタリテ、ダノンドリーマー、 JK リオン、ピエナカイト、ルーラルーラ、ピエナナイスガイ、テイエムエポック、ファインラン、イアンフォルス、ピーチプリンセス、アルク、ウーナグローリア、メイジョーソリッド、スノーシャドゥ、夜の女王、リワードシデン、バレンタインガール、シェイクオンイット、プラタルス、マイネルパイオニア、ティプシーワールド、マサノビジョン、トーカイラメール、ケプラー、ダルムシュタット、プレトリア、ペイシャワキア、ウィンダークローズ、モズマンジロー、レゴリス、カンタベリースワン、ジュンキララ、メリープランク、メーリッハベイ、名称ホーベニ、エスペランスノバ、ロイヤルホープ、
レッド・イット・ゴー、コック・ツッキー、青いトランプ、グエラ・アルト、ノー・ブルアトラス、テイ・エムジン・キュー、ネオ・シエル、サトミノ・アサヒ、ブラーク・サージュ、ライジング・セーラー、テイ・エムライ・メイ、コモリ・ユタ、デステージョ、エル・フォルク、ラズ・ライト・サナ、ダンス・ショー、グレイブ・ジャーニー、グランデスティニー、キスゲスナイン、カリスマタイクーン、カレン・ラファータ、ブルース・ワット、プティアンジュ、ギア・スパークル、一の小町、福島ルーラー、ユーノ・アラス、エバー・グロー、ヤマイチ・リー、コモドワーズ、カイロ・セーラー、エヌ・タキオン、ゼット・ランポ、ノートエリア、ソーヤソイヤソイヤ、ペイシャアップ、マクロー、コインデクスター、シャインデザイン、ラグショータイム、クリノシークレット、パンパパート、スターズデソーロ、タガノディミトラー。コーチ第一レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。5番オブリマイラブが前に行きます。その後ろには1番ユイの赤備え、2番ヒルンドルスティカカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番七色ライン、その後には2番ヒルンドルスティカと1番ユイの赤備えが続きます。6番七色ライン、そのまま独走か、逃げ切れるか。6番七色ラインがゴールイン、続くは4番8番2番か。コーチ第2レース、各馬、ゲートイン完了。さあスタートです。1番ウーナグローリアが早速先頭を取る。2番手は3番メイジョーソリッド、2番コパのダーバンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ウーナグローリア、その後には3番メイジョーソリッドと5番スノーシャルが続きます。1番ウーナグローリア、そのまま逃げ切れるか、独走か。1番ウーナグローリアがゴールイン、続くは4番3番6番か。コーチ第3レース、枠入り完了しました。さあスタートしました。先頭を走るは6番パンパパート、後を追うのは3番リワートシデン、8番クイーンズミラカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ダンスショー、その後には6番パンパパートと8番クイーンズミラが続きます。4番ダンスショー、そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。4番ダンスショーがゴールイン、続くは5番1番2番か。コーチ第4レース、枠入り完了しました。さあスタートです。まずは9番レッドフェリーチェが先頭に立ちます。並ぶように6番フィロス、5番シェイクオンイットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番メイショー頭、その後には5番シェイクオンイットと9番レッドフェリーチェが続きます。5番シェイクオンイットが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番シェイクオンイットが1着見事、続くは6番2番8番か。コーチ第5レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。7番ヘルシャフトが前に行きます。後を追うのは1番ダノンジャスティス、2番ダノンマレーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ヘルシャフト、その後には12番モダスオペランリと11番ウィンベルデが続きます。7番ヘルシャフト、そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番ヘルシャフトが1着見事、続くは12番10番5番か。コーチ第6レース、さあ舞台は整いました。スタートを切りました。まずは8番スノープリンセスが先頭に立ちます。2番手は4番ロードレイライン、6番レティクルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ロードレイライン、その後には8番スノープリンセスと6番レティクルが続きます。4番ロードレイライン、そのまま独走か、独走か。4番ロードレイラインがゴールイン、続くは9番7番10番か。コーチ第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあスタートしました。まずは5番プラタレスが先頭に立ちます。並ぶように2番ビッグリューを、10番ブラーナイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番プラタレス、その後には2番ビッグリュー王と8番ディアデマが続きます。11番ジオビグラスが追い上げてくる、先頭か。11番ジオビグラスがゴールイン、続くは2番5番8番か。コーチ第8レース、各馬、ゲートイン完了。
さあスタートしました。先頭を走るは6番ネバーランド、並ぶように8番とカイラメール、7番マサノビジョンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番とカイラメール、その後には2番サンマルーンと5番コモドアズが続きます。2番サンマルーンが先頭に立つか、先頭か。2番サンマルーンが1着見事、続くは5番、1番、7番か。高知第9レース、ゲート入り完了。さあスタートしました。1番ケプラーが早速先頭を取る。後を追うのは8番スリングショット、11番ナムラボスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ケプラー、その後には11番ナムラボスと9番プレトリアが続きます。1番ケプラーそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。1番ケプラーが1着見事、続くは9番、4番、5番か。高知第10レース、各馬揃ってスタートを切りました。7番ぜひに及ばずが早速先頭を取る。7番ぜひに及ばずの背後には11番カレンラファータ、10番レゴリスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番カレンラファータ、その後には7番ぜひに及ばずと4番オールドブラフが続きます。9番ブーケドフルールが先頭に立つか、先頭か。9番ブーケドフルールがゴールイン、続くは12番、4番、1。佐賀第1レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは8番竜の卑弥呼。その後ろには5番リーセフィヨルド、11番エルフォルクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番竜の卑弥呼。その後には4番エネタキオンと11番エルフォルクが続きます。7番マリのビューティーが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番マリのビューティーがゴールイン、続くは8番、10番、4番か。佐賀第2レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは1番ノートエリア、後を追うのは7番アネラーニャ、3番ソイヤソイヤソイヤか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ノートエリア、その後には11番カシノフェリックスと7番アネラーニャが続きます。11番カシノフェリックスが先頭に立つか、先頭か。11番カシノフェリックスがゴールイン、続くは7番、10番、2番か。佐賀第3レース、枠入り完了しました。さあスタートです。先頭を走るは7番ラズライトサナ、並ぶように10番メリープランク、3番スマートアリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番メリープランク、その後には7番ラズライトサナと8番アンジーニョが続きます。9番ブルースワットが先頭に立つか、追い抜くか。9番ブルースワットがゴールイン、続くは7番、10番、6番か。佐賀第4レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは10番アストラルポケットが好スタートを切った。その後ろには9番新軍カテリーナ、7番キンキラキンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番アストラルポケット、その後には8番クリノルネサンスと9番新軍カテリーナが続きます。8番クリノルネサンスが追い上げてくる、先頭か。8番クリノルネサンスがゴールイン、続くは4番、5番。佐賀第5レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。9番エスペランスの場が前に行きます。後を追うのは11番マジカルメール、10番ロイヤルホープか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番マジカルメール、その後には3番名称ホーベニと9番エスペランスの場が続きます。11番マジカルウェーブそのまま逃げ切れるか、独走か。11番マジカルウェーブが1着見事、続くは4番、2番、8番か。佐賀第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは6番ファイティング、並ぶように7番リネンスピリット、1番リンのパルピートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番リネンスピリット、その後には6番ファイティングと3番レッドイットゴーが続きます。7番リネンスピリットそのまま逃げ切れるか、独走か。7番リネンスピリットが1着見事、続くは5番、8番、4番か。佐賀第7レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。まずは3番シゲルチータが好スタートを切った。後を追うのは5番テイエムエポック、9番テイエムジン9か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番テイエムエポック、その後には3番シゲルチータと9番テイエムジン9が続きます。5
5番手エムエポックそのまま独走か、逃げ切れるか。5番手エムエポックがゴールイン。続くは10番、2番、3番。佐賀第8レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは9番フォードテソーロ。その後ろには10番サトミノアサヒ、6番トライファンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番サトミノアサヒ。その後には11番ブレイブジャーニーと9番フォードテソーロが続きます。8番手 M 薩摩丼が後ろから追ってくる。先頭か。8番手 M 薩摩丼が1着見事。続くは5番、3番。佐賀第9レース、各馬、揃って。スタートが切られました。1番リーディーデイが前に行きます。2番手は2番マリのフェアレディ、10番レイシングリュックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番リーディーデイ、その後には10番レイシングリュックと5番ストロングカレントが続きます。5番ストロングカレントが先頭に立つか、先頭か。5番ストロングカレントがゴールイン。続くは1番、2番、11番か。佐賀第10レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。2番ビレッジシングルが早速先頭を取る。2番ビレッジシングルの背後には6番コスモサルム、7番ブラーブサージュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ビレッジシングル。その後には6番コスモサルムと4番ウィンカムトゥルーが続きます。3番タガノルッキーが先頭に立つか、追い抜くか。3番タガノルッキーがゴールイン。続くは10番、6番。佐賀第11レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。4番 AOIB が前に行きます。その後ろには10番厚姫、9番シャインデザインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番厚姫、その後には4番 AOIB と7番小森歌が続きます。1番オスキタリテが先頭に立つか、追い抜くか。1番オスキタリテがゴールイン。続くは7番、4番、10番か。